英語上足足おーおーおー規模が高評価ボタンとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。今回はスノーマンさんたちからエンパイアということでこちらのミュージックビデオを見ていきたいと思います。めちゃめちゃやばいというお話を聞いております。海外で今回は撮影をされているというところで帝国みたいなね感じでしょうかね。ニュアンスとしては一番最初は著作権の関係ございますので音はこちらで聞かせていただきまして文字がサクッと入っているかと思いますのでご了承くださいませ。もうこちらにいらっしゃる方は伊達様来ません。行きましょう。レッツラーク伊達様だ。姿勢の良さで分かったよ。あれあれなんかみんないるやん。映画スペインか。塩小路くん上足足おーおーおー規模が何事ですか。あれオリンピック終わりましたよね。すごい。この規模の作品はちょっと初じゃないですか。コレオグラファー、あ、ケンケンさんじゃん。すごーい。サグラダファミリアって思ったんだけど合ってらっしゃる。でスペインの街並みっぽかったんだけどこれこれこれ最初グータッチしてる時にもうこの姿勢の良さで伊達様と分かる。深澤くんも合流っていう感じですかね。でよく見たら目の前でめちゃめちゃ談笑してる渡辺くん。最初これ岩本くんかと思っちゃって後ろで目黒くんでダンスの練習してるっぽい。だからここにいらっしゃる皆様ダンサー様ということですね。岩本くんと佐久間くんが踊っててそれを撮る塩小路くんで阿部キュン多分普通にあそうなんですねって言ってるくらいのナチュラルなコミュニケーションをされているからのラウールくん。すごいですねビジュアルが。うえかっこいい。このてん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 アウトデラックスか。いやー岩本くんスタートかっこいい。スポーティーなスタイルなんだけれどもカチッとこうフォーマルな雰囲気もありというね。目黒くんちょっと動いてますよね。台車に乗ってるのかなこれ。かっこいい。ミニマムな動きでかっこよく見せるっていうね。これよ。すごいじゃないですか。ここは一体どこなんでしょうね。すごいラウールくんのあのファン。やばーかっこよ。どういうお洋服を。塩小路くんどうしてそんなところにいるの。結構高いところにねみんなを俯瞰して見ているみたいな感じですかね。足やばいっすね。最高の遊びにエントリーしちゃえば、うん、このアングルかっこいいですね。自然ですよね。ナチュラルなセットとかじゃなくて。佐久間くん郊外で撮ってるのかな。ここら辺はカメラワークとかも今までと全然違いますね。見せ方がすごいかっこいい。またここやばいっすね。岩本くんの後ろで影だけ動いてるみたいな踊ってるみたいなこの撮り方も芸術的ですね。この周りの環境建築物だったりとかの見せ方までもが超一流というかエレガント。メイクもちょっと濃いめですね普段よりね。皆さんがスペインの街並みと一体となってるというかそういう雰囲気をまとってますよね。伊達様スーツスタイルこの時の待って足の上がりはもう伊達様のうらー高い高い。後ろのラウールくんも高い。いやーセットアップかっこいいな皆さんは。ここの質感やばいっすね目黒くん。ギュワーンとスペインが似合う。映像めっちゃかっこいいっすね。目黒くんの隣のダンサーさんの腹筋がバキバキであることに気がついてしまった。かっこいい。田辺くんこれはジバンシーかな。ここかっこいいっすね。確かに帝国だわ。ここやばいっすね。もうこの街並みと光景とこれはちょっとびっくりですわ。これはちょっと聞いてないっす。わーいやもうわーしか出てこないわ。わー待って何名様いらっしゃるんですか。54名様が総勢いらっしゃるっていうことですね。いやオリンピックやってここのスノーマンで分かれてるところとかね、この真ん中にエンパイアとちょうど等間隔で並べてある感じ、ちょうどここ真ん中にあるのかな。キッズフロームナウェア、あれ？ファッション系の映像で見たことがあるような気がしていまして、だから光の当て方とか、この色彩だったりとか、建物とこうセットで含めて、周りの環境とスノーマンさんたちを合わせていくというか調和させて極上に仕上げていくみたいなのがまたかっこいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。ダンスがめちゃくちゃそして気になるというところでございますので皆様の感想もよろしければコメント内容いただけたらなというふうに思うところでございます。ダンスが出てきましたらいろいろとお話をしていきたいと思ってますのでよろしくお願いいたします。ひとまず現場からは以上でございます。ありがとうございました。よいしょ。